だいたい1分でわかる今日のエンタメ。小説怪盗クイーンはサーカスがお好きが2022年に劇場 OVA アニメ化決定。ネットで歓喜の声が上がりました。同作は著早峰薫さん、絵 K2 翔海さんによる小説で2002年3月に刊行。シリーズが2022年で20周年を迎えることから初の映画化が決定しました。ネットでは怪盗クイーンアニメ化おめでとうございます、ジョーカーの東洋の神秘ですねを聞けるか楽しみなど歓喜の声が続出。また怪盗クイーン1巻発売から20年も経つんですかと時の流れの速さに圧倒される人も見られました。